今からそれぞれのクリアカップの中に次亜塩酸ナトリウム製剤ピューラックスを 1ml ずつ入れていきます。こちらはどうなってるでしょうか。次亜塩酸濃度、有効塩素濃度を測っていきます。いきます。ピッ。おー、こちらは全然反応がないですね。ちょっと時間が経って薄い水色にはなってきましたね。こんにちは、こんばんは、吉岡秀樹です。今日も次亜塩酸に関することですが、歯の治療にもつながってるお話をしていきます。エッジを聞かせて 99% の人が知らないとしているんですけど、実際のところかなりの人が知らないんじゃないかなと思います。逆に歯科関係者であれば、この薬品の名前だけは知ってる人も少なくないとは思いますが、今日お話しする内容を知ってる人は少ないんじゃないかなと思います。さて、この薬品は根管治療、歯の神経の治療で使われることがあります。特に神経の通り道が細く狭くなっていると使われるケースが多いイメージがあります。ちなみに以前の動画でクエン酸を使うと急速に次亜塩酸濃度が下がって無効化するっていう内容の話をしましたが、今回はそのクエン酸ではありません。そしてクエン酸以上に速攻で無効化してしまうっていう驚きの結果が得られました。それでは早速実験をご覧ください。実験。ここに次亜塩酸ナトリウム製剤ピューラックスがあります。そしてこちらが EDTA という試薬です。今日はこの2つの薬品を使って実験をしていきたいと思います。こちらのクリアカップには新潟県長岡市の水道水およそ 49ml 入っています。こちらの空のクリアカップには 0.5mol/L の濃度の EDTA をおよそ 49ml 入れていきます。今からそれぞれのクリアカップの中に次亜塩酸ナトリウム製剤ピューラックスを 1ml ずつ入れていきます。それでは水道水の方に入れていきます。では EDTA の方にも入れていきます。では混ぜてきます。今から次亜塩素酸の濃度、有効塩素濃度を測っていくんですが、用いる試験紙はいつもの共立理化学研究所の次亜塩酸試験紙と日産化学株式会社の日産アクアチェック HC を使っていきます。今日は EDTA という少し癖のある薬品を使いますので、酸性度、pH、pH は測りません。それでは水道水にピューラックスを入れた50倍希釈液の次亜塩酸濃度を測っていきます。いきます。ピッ。めちゃめちゃ濃いですね。こちらどうでしょう。もう振り切ってる感じがありますね。それでは EDTA の方参りましょう。こちらはどうなってるでしょうか。次亜塩酸濃度、有効塩素濃度を測っていきます。いきます。ピッ。おお。こちらは全然反応がないですね。こちらはさっきよりはだいぶ薄くなりました。比べてみると全然違うのがわかります。ちょっと時間が経って薄い水色にはなってきましたね。はい、解説します。何を使ったかというと、 EDTA エチレンジアミンテトラアセティックアシッド、エチレンジアミン試作酸でした。キレート剤とも呼ばれるもので、カルシウムなどの金属イオンを奪ってキレート結合を起こして錯体っていうものを作る薬です。水道水で希釈した方は計算上 1200ppm になるので、両方の試験紙がかなり濃く反応しました。もうあまり量がなかったので、使う EDTA をケチって50倍希釈で揃えたっていう大人の事情は秘密です。EDTA で希釈した方は2つの試験紙に不思議と思える差が見られたんですけど、この理由も EDTA の特徴であるキレート結合によるものと考えられます。
日産アクアチェック HC で示されたように有効塩素濃度は瞬時になくなっていました。一方の共立理化学研究所の次亜塩酸試験種は溶化カリウムという試薬を使っているので、この溶化カリウムのカリウムが EDTA のキレート作用によって奪われて、要素が遊離して茶色く変色したって考えられます。今回ばかりは2種類の試験紙を使ってて本当よかったなと思いました。まさかこんなところで差が見つかるとは思ってもみませんでしたからね。で、EDTA と次亜塩酸ナトリウムの組み合わせは歯科業界ではとても馴染みの深いものなんです。このことについても引き続き解説をしていきます。歯科医院ではこの EDTA が含まれている製品を使って歯の削りカスが詰まってしまったスミヤー草や水酸化カルシウムなどの薬剤を溶かして洗い流したりするときに使います。スメアクリーン、RC プレップ、エンドプレップなどの製品にこの EDTA っていうのは含まれています。鉄イオンともキレート結合するので微生物から鉄分を奪い取って繁殖を抑える作用っていうのも期待できるのがこの EDTA です。ところがこの EDTA は自然には分解されにくくて、こういった次亜塩酸ナトリウムで処理する必要があるってことがウィキペディアにすら書かれています。つまり歯の治療で EDTA を使ったんであれば、その後で次亜塩酸ナトリウムで十分に洗ってで、EDTA をちゃんと処理してやる必要があるってことです。で、次亜塩酸水マニアの皆さんがよく知っている次亜塩酸ナトリウムです。性質がだいぶ違うんでしたよね。しかも我々が使う次亜塩酸ナトリウムの濃度は1万 ppm 以上です。高濃度の次亜塩酸ナトリウム製剤を使う理由は、腐った神経のカスを溶かしたり、歯の根の中を殺菌消毒することを目的にしています。ところが EDTA を使った後に次亜塩酸ナトリウム製剤をちょっと使っただけでは、その次亜塩酸ナトリウムは EDTA の分解に使われるだけで、本来の目的は果たすことができないわけです。つまり腐った神経が残ってしまったり、殺菌消毒が不十分になったりする可能性があるっていうことですね。これはまずいですよね。だから高濃度の次亜塩酸ナトリウム液をジャバジャバと使っていきたいわけですけど、まあ危ないわけですよ。タンパク分解作用がありますからね。だから安全のためにラバーダムというこういったゴムのマスクを使って神経の治療っていうのはやっていくべきだと思うんですよね。歯が痛くなっちゃった時にやる神経の治療をちゃんとやろうとしている先生は、このラバーダム、ゴムのマスクを面倒がらずに使う傾向があると思います。こんな感じで治療する歯だけをゴムの上に出す。これがラバーダムです。ゴムを面倒くさがらずに使うって大事でしょ？ということで、たまには歯医者さんらしい視点で EDTA という薬品を使って実験をしつつ、次亜塩酸についてお話をしていきました。まあ、何かしら参考になったよっていう方はグッドボタンを押してもらって、また次の動画で会いましょう。